さあ皆様こんにちは、リアムアレクサンダーでございます。ということで今回も GTA5 実況やっていきましょう。前回の続きでございます。前回から見たい方はぜひ前回からご覧ください。というかちょっと待って、ね、ピンチでございまして、俺落っこっちゃったんだよ。これ落っこっちゃったんだけどさ、どうやって上行くんだこれ。ほれ、よし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 、多分この先にいるんだよね。この先にいるんだ。あ、ここか、ここか。 OKOKOK。 ごめん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 。何？早く行こう。おい、邪魔。乗ったか？早く乗れ。よし。あ、車を乗り換えたりすれば逃げ切りやすくなるって俺初めて知ったわ。待って、視点変えよう。視点どうやって変えんだっけこれ。視点の変え方がわかんねえ。あ、そうそう、これだこれだ。おお、開いてんじゃないか。なるべく路地に隠れたいな。あ、うまいうまい、俺扉の閉め方うまい。なるべく路地に隠れたいんで、路地 に行きたい。危ね、ナイス、いいんじゃないの。おーい、なんだよこれ。おい、よし、これ隠れられたんじゃないのここで。ダメ、見つかってくんなよ。見つかってんな俺。これ車を乗り換えたいんだけどな。これここまでは追ってこねえと思うけど、隠れられてるよね今ね。 OKOK、 隠れて隠れて全力で。ここで逃げ切れないかな。はい、頭を下げる。俺だけ頭下げてもしょうがないんで、みんな頭下げなきゃ。これいけそうだね、このまま。これいける、いった。早く投げんだよな俺。本当に警察から逃げるやつ一番嫌いなんだよ。あ、やべえ、来ちまった。1台来ちまったな。これ後ろもっと隠れよ、こっちに。よし、通りすがってった。うわ、やばい、早く早く。よっしゃ、危ねえ。いやー、よかった。俺の家に戻るというかさ、車変えたいんだけど俺。これ車変えちゃダメ。車変えたいんだけどな。この車乗っちゃダメかな。いいよね、車変えようぜ。降りて、この車で行くよ。この車で行こう。乗れるみんな。おお、すげえすげえすげえ、乗った乗った。あんたどこに乗ってんの。おお、すげえ。扉閉めてけよ、扉をよお前。ナイス、すげえ。うわ、これ乗れるんだ。うわ、後ろ見えねえ、かわいそうに一人。すげえ、初めてだこれ。乗り換えられるんだこのミッション。すげえすげえ、ちょっとテンション上がるかもこれ。おーい、はい、失礼します。業者が通ります。あ、そっか、俺なんか会話中は黙ります。Yeah, that's a good idea, man. Smart shit. But if I gotta hang you assholes out for this, the gang comes first. Oh, it ain't gonna come to that, homie. You all diplomatic as shit. Yeah, here, real fucking diplomatic. 話も聞こえてんだからこれ後ろまで。No one stopping you, little homie.よし。いやー、これはちょっとテンション上がるな。てかこの車に乗ったこと自体も初めてだった だし、すごいね、面白い。これ結構や、こういうことができるんだったら俺いろんなミッションで乗り換えたく なっちゃうな車な。これちょっといろんな車 乗ってみたいな。どうなるんだろうっていうね。普段このフリーで遊んでる時は、あー、そっか、ストリップっていうか、なんか人を乗っけるっていうことは一人までしかできないからね。あ、でも二人乗っけられるか。そっかそっかそっか。タクシーのね、タクシーの配達ミッションとか、ずいぶん先にあの不動産、ダウンタウンキャブっていうタクシー会社の不動産を買えばできるんですけど、その時になった時にできるかな、3人とかは。これいろんな面白い車で行ってみたいね。いや、かわいそうだな、一人で後ろ乗ってんの、これ。いや、面白い、これ。これ面白い。すげえ。これもうちょいいカメラないの？ないか、これが一番拡大か。なんでそんな真ん中のとこ乗ったんだろうね。もっとさ、端っことか後ろとか前とか乗ればいいのに、そんな中途半端なところに。よいしょ。
てかすげえ霧がすごいな今日の夜、本当に。ほらこれなんかすげえにどよってんな。うわすごいね。よし、スピードも出ないですね、あんまりね、これトラックは。これ何の会社のトラックなんだろう。あ、待って、これはまだ、どっちだ、これは。ここ曲がるんだな。よし。あ、もうすぐそこじゃん。おお、なるほど。この車欲しいな、これ。倉庫とかに保管できないのかな、この車。これ、フランクリンの車庫に入れたいな、これ。すごいね、この感覚ってか、すごい遠いんだね。なんて言えばわかるんだろう。その助手席との席が離れて、あの間が離れてるから、ラマーが遠く見えるっていう。いい時計してんな、お前。へえ、金持ってんな。あれ？あ、これが上か。いやー、やっぱ GTA なんで、俺分かるかな。 GTA ってさ、何、なんかぶつけたろ、もう本当に。ふざけんなよ、本当に。頼むぜ。 GTA ってさ、なんか夜によく深夜ですよ、現地の、現地、あ、ご飯が炊けた。現実の世界で深夜とか12時から6時とかの、朝の6時の間とかにゲームやると、ゲームやって、こういうゲームの世界でも夜で、その景色とか見ると涙出てくるんだよね。え、動かないんだけど。なんかぶつけられてね。ふざけんなよ、本当に。これ入らないから、車庫。いやー、アクセル踏めねえ。くそ、勝手に降りた。ダメなんだ。オッケー、終わり？オッケー。これを車庫に入れます。いいかな？よし、ということで、これを車庫に入れよう。ああ、びっくりした。開いた、開いた。すげえな。これ後ろに乗りたいんだけど、後ろは乗れないのか。残念だな。入るか、これ。っていうか、これこの視点で行ってみよう。あれ？これこの線で、うわ、これ入らねえか。うわ、入らねえ、高さが。うわ、高さ的に入らねえか。これ、ここに置いといたら多分消えちゃうんだよね。いやー、ショックだなー。まあ、しょうがねえ。買うしかないんだよね、こうなったら、倉庫。今、そんな金持ってないからな。残念だなー。そっか。何をイライラしてんだよ。ウィーラン・ロサントス。ということで、どうなったかな？一応クリアしましたね。そうだね、レッサーだけになったね。ということで、レッサーのミッションにちょっとマイケルで行きたいと思います。